か、本ちゃんルート行ってみようか。うわ、いけるな。マジでいける。クソ弱え。いけましたー。本ちゃんルート、まずはクリア。僕たちに敵がないにゃ。フレイムファング。弱。弱くね、フレイムファング。フレイムターン弱くない？オッケー。とりあえず本ちゃんルートをクリアして。あれはもしかして君の妹じゃないか？お。ああ！消えた。何かに導かれている。おわ！残念。はっはっは、私の変化の呪文気に入ってもらえたかな。にゃお、彼の妹はどこだにゃ。そう、忘れた。私のドラゴンはまだ2匹も残っているじゃないか。さあ、次のドラゴンは水の上にいるぞ。やったにゃ。気づかれないように奴に対して追跡の呪文を仕掛けたにゃ。奴のいる場所に妹さんがいるかも。危ない危ない。イニシエの廃墟。ここはどうやらオールドマスターの遺跡みたいだにゃ。伝説ではこの世界そのものがオールドマスターが想像したものだと言われているにゃ。モンスターを見つけた時のテストがやれる前に倒すだにゃ。この中に何か手がかりがあるかもしれないにゃ。15。すすすす。一発ぶち込んで。一発ぶち込ませていただいて。宝箱を取って。ああ、忍者刀か。忍刀か、忍刀。一発ぶち込んで成敗させていただいて、一発ぶち込んで一撃必殺で、うわ、なんか空ぐくなってる。なんかさあ来い。あー、蛮族ヘルムか。あれ、ヘルム今何装備してるんだっけな。あ、チェンヘルか。まあ、チェンヘルだな。危ない。一旦盾を取って凍らせて一戦と、凍らせて一戦で、ここ一発行って盾を取って凍らせて一戦と。ここには特に手がかりはないみたいだね。ここを出て別の場所を探してみよう。にゃおー、この強大で悪くはなんにゃおー。にゃんと、僕たちはどっかに転送されてしまったみたいだにゃ。異世界転生。ドラゴンブラッドを発見しました。 ID2201 として参加中。何これ。私はアエリウス。私のマスターとしての成果をここに記録する。ゲームマスターか。時間はかかったが、なんとか猫族にもドラゴンの魔力を授けることができた。え、どういうこと。ドラゴンクエスト、ユアストーリーみたいになってる。私はこの自分の創造物、いや、この新たな友、ドラゴンブラッドということにしました。どういうこと。今のは一体マスター夢だったのか。とにかくまずは一旦この場所を離れるにゃ。お前はドラゴス。これは忠告だ。今の件、余計な詮索はしないことだ。待つにゃ。アエリウスって何者だにゃ。やはりあいつは何か知っているに違いない。何だったんだ、一体今のは。痛い痛い、死ぬ。確か次のドラゴンは水の上にとか言ってたな。水の上と言われても、よし、まずは監視塔を訪ねてみるにゃ。一旦回復させてくれにゃ。あなたがあのドラゴンブラッドですか。そうだにゃ。僕たちはドラゴンを全て倒すために旅しているにゃ。それは頼もしい。まさに先ほどフェリンガルド王庫でドラゴンが目撃されたとのことです。ここです。地図に印をつけておきました。え、どこ。むっちゃ逆サイやん。